今回始まりました、もちチャンネル。さあ、今回は総先生、よろしくお願いします。なんか総先生が、はい、当身の先生たちの暴露話がしたいって。いやもうね、当身といえばあるあるじゃないですか、はい、あるある言いたいですよあるある言いたい、本当にRG だ、はい、やっぱりね、もう夏も終わりです、ここからね、はい、秋にかけてね、はい、どうしてもやっぱね、このね、うずうずしてくるんですよね。おー、なるほど。あの頃こうだった、だったってね、はいはいはい、いろいろあるんですけど、まあでも僕なんかより、まあ、やっぱり先生の方がね、情報通だから、なんかあるじゃないですか、どういう業界にあっても、はい、いろんな情報がね、その人の中にこう集まってきて、こうフロー状態常になってる人と、はいはいはい、僕みたくね、全く来ないし、でも自分からもそんなにこう取りにも行かないので、うん、一人浦島太郎的な人間っているじゃないですか。あ、そうですね。僕ね、ダメなタイプなんですよ。先生なんかすごい本当に情報通ですよね。まあみんな喋りたがりですから、予備校の人たちって。僕はだから聞きたがりだったから、うんうんうん、まあ需要と供給の関係が一致して、うんうんうん、いろんな話が入ってきたって感じなんですけど。ああ、そうなんですか。総先生の場合はまあ話題になる側でしたからね。いや、そう、火を起こしてそれが僕らの耳に入ってくるっていう、ね、いや、でもないんですけどね、おとなしいしいや、一番僕ね、今振り返って思うんですけど、普通の真っ当な人間、まあ真人間と呼びましょうか、刀身ってほら、もうモンスター級のね、すごい先生ばかりだったじゃないですか。そうですね。もう、過去形、はい、そうなんですよ、はい、いやいや、過去形、まあ過去形は過去形じゃないですか、はい、いろんな本当すごい先生、まあ素晴らしいんですよ、これ褒め言葉ですからね、うん、もう規格外のね、とんでもない先生がたくさんいらっしゃってて。じゃあ具体例をお願いします。いやいやいや、具体例ってまあ皆さんどこからいきましょうか。まあやっぱり英語ですかね英語ってほら、いやいや、僕ね、本当に僕がいた頃もそうですけど、森田先生のね、噂っていうのはね、はい、英語の先生からも聞いてたんですよ。ああ、そうだったんですね。うん、どえらいやつがいると、はい、もうとにかく何でも知っててね、やたらこう留学から何から、はい、もう学問的な研鑽が、はい、こんなにアカデミックに厚いものがあって、なおかつ授業のスキルがあると、はい、まあ、大抵ほら勉強めちゃくちゃやってきた先生ってテキスト作ったりは上手だけど、はいはいはい、みんなの前で伝えるスキルみたいなものが少しね、こっち若干減災されたりするんですけど、ここがね、バーターの関係になってない人っていうのが稀にいるんですよ。でそれをね、いろんな先生聞いてて、森田って言うんだって言って、誰なんだそいつはと僕からしたらね、はいはい、そんなやつ知らねえぞって。昔尖ってましたね尖ってない、尖ってない、もう本当にね、未だにね、あの西田先生がね、最初に会った時西田先生無視されたっていつも言ってる。違う違う、西田先生はね、英語の先生でしょ。そういや本当におできになる方なんですよ。今どちらにいらっしゃるんですか。当身、まず当身、当身にいる、あと危ない危ない、当身に、はい、当身変わります。あ、素晴らしい先生ですよ。あ、僕覚えてるわ、あれどこだったか、上原ですねのラーメン屋だわ、代々木上原の一風堂じゃないかな。あそこか、はいはい、うん、そこでもう飲み会の後のもうラーメン食ってる時だから、もう記憶がおぼろなんですけど、はい、俺に勝てるやつがいたら出てこいって感じですよ、みたいなことを言ってたでも僕はお前は誰なんだっていう、だからそういう空気なんです、皆さん分かんないかもしれないけど、とんでもないな。でその時に森田先生は一人で、僕先帰りますってね、よく帰る気になるなこの場で。だから曖昧先生とかもいらっしゃるんですよ。曖昧先生ね、曖昧先生、なんとあの大御所もいらっしゃる席から一人先帰るって。そんな記憶ないんですけど、そんなことありました。ありましたよ。この我が国日本のね、こうノミニケーション的な世界っていうのはやっぱり、ね、そのなかなか途中退席が許されないじゃない普通。でもね、森田先生は当時からそういうね、こう割とね、独立突破な自分のマイペースみたいなのがあったよね。ちょっと英語で僕の話してもしょうがないよね、うん、まあそうですね、まだ登場人物めっちゃ少ない、西田先生だけですね西田先生、いやいや、ほんと優れた方でね。でだから西田先生が宋先生の一応教育係に当てられたんですよ。宋先生が河合から入ってきて、はいはいはい、成り物入りで入ってきた時に、はい、知らなかった、教育係として当てられていったけど無視された教育係っていうか、教育係を無視したって。ちょっと待って、教育係なんていたの。そう言ってましたよ。びっくりです。教育って、うん、僕が教育するんですよいやいや、まあまあ、とにかくすごい人がたくさんいたので、はい、それこそこう飲み会なんかね、うん、ご飯でも食べましょうって言って集まっても、もうね、とんでもないこうオーラなんですよね。そうそうそう。でだから西さんが入ってくると、だ僕だけ英語科の先生全員と喋れたんで。あ、そうだったんだ、うん、お互いだから。あ、はいはい、そうですね、確かに敵対関係になってたんで、例えば安河内さんを倒すんだ
って言って渡辺先生が入ってきてますから、うんうん、河合からね、河合塾のすごい、ほう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 、はい、すごいこと言いますね。すごいこと普通に言っちゃいましたけど、うん、でもまあまあ仲良くやってましたよお二人は。そうですね、はい、全然全然そのそういう成り物入りでみたいな感じだったけど、うんうん、まあ、全然全然二人仲良くやってたし、で今井先生が入ってきたら今度はまたザワ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 、いやそうでしょう、うん、今井さんが入ってきたよって言って、うん、これはやばいぞみたいなんで、うん、一致団結しなきゃみたいな感じで、あ、毎回そんな動きあったんだ。で特に福崎先生と安河内先生で、うんうんうん、揃えてたんですよ講座を。はい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 、わかります。河合塾みたいにちゃんとこうステップアップしていくものにしよう、うん、めちゃめちゃ暴露しちゃってるけど本当にこれこうやってうまく綺麗にやってたけど、うんうん、なるほど。でも今井先生ヨゼミの先生ですから。そうですね、ヨゼミはこの呼び込み。そうです、本当におっしゃる通り。だからこう自分の講座でこう D 組 C 組 B 組 A 組っていう風にザーッと揃えちゃったんだ。はははそ、そしたら今までその何みんなでやってたのに、えぇ、ってなって大変なことになった。でその後だから先生たちも積み上げるっていう状況になって、だ2つが混在している、河合塾っぽいのとヨゼミが混ざってるっていう今の謎の形になって。うわよく知ってます ね。僕今初めて知りました。そうだったの、はい、いやだって安河内さんと今井さんと、まあ、僕もそうですけど一緒にご飯食べて仲良くみんな話してるから、まあ、表面的にはそういうまあなんか圧力みたいなものはみんなまあ一応感じさせない、うんうん、もちろん大人ですからねみんなね。でもやっぱりその仕事上ではいい意味ではライバルであり競合者ですから、うん、この辺もうギリギリやり合ってるわけですよ。でだからそれでバーンって揉めるのかと思いきや、でも安越さんと今井さんは個人では全然仲良くやってますから、うんうん、いやもう人格者ですからね。安越さん全然そのなんか他の人を批判とかもしないんで、安越さん、安越先生本当にいい方ですね。それ僕初めてお会いした時はね、新先生と安越さんと吉祥寺のねイタリアンで、はい、安越先生先待ってくださったんですよ、うん、もうねやっぱスターなんでね、オーラがねもうジャッキーチェンかなっていうぐらい、そう見た目、はい、もうそのいやいや本当にすごい方で、もうずっと笑顔でねいろんな話してくださって、面白い、すごい、もう話題も書かないし、本をどうやったらね売れる本になるんですかってこうそご相談したところね、そうさんそれね売れるまで書くんだよってね、あ、はいはいはい、深い深いね、深いと思ってる本当に、いやいや本当ですよいやもうそういうなんかいろんなアドバイスをいただいて、はい、こう教えてくださったのを、ね、今でも忘れないですね。そう、僕自身も最初、うん、僕こそ韓国留学中に、うん、安越さんがフェイスブックで今韓国いるんですけど誰か会いませんかって言って僕言った。あ、そうなの。僕だから東進に入る前ですからね。あ、へえ、そういうきっかけみたいな感じの。それが最初であって、で安越さんと一緒にいろんなとこ行って、この間もでもね、だから東進辞めてからも、はい、そうそう、まあコロナ禍でだいぶ会えなかったですけど、うん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 、東進辞めてからも別に付き合いはあるので、うん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 、だからこの間は福岡に。僕が講演しに行ってた時にちょうど安越さんいたんで、はいはい、案内してもらいましたよ福岡。ああ、福岡詳しいですもんね。ことがあったんですが、はいはい、さてさて、はい、これがまあ今井先生の乱ですよ。今井先生が入って、なるほど、ガーッと揉めて、はい、どうなんだこれみたいな感じで、はい、まあ、いろんな先生がふわー揉めたっていう、ね、揉めたんだ、まあ、揉めるでしょうねそりゃ、どうすんだみたいなんでやってきて、うんうん、でそして西先生の欄がやってくる。西先生が来たか、はい、そこでね、まあ、まあその間にこの西先生が入ってくる前に武藤先生入って、武藤くんね、はい、北先生入ってとかがあって、で、うんうん、西先生がやってくるっていうね。あ、そうか、あ、じゃあ武藤先生が先だったんですね。そうですね、だから武藤先生僕より先ですか、はい、はー、で僕入って時田先生入って、はいはい、で西さんですね、はい、いや西先生いらっしゃる時は大変でしたね、うん、もう、うん、それで初めて渡辺先生と今井先生で会ったことがなかったのに初めて会った。なるほど、うわ、共通の敵ができたら来てみんな共闘し始めたんだ。うわ、大スターたちが初めて揃ったみたいな。うわ、すごい世界ですね。僕は面白かったです。いや、そこで森田先生がずっとこうどっか安全圏から観察者の立場にいるって面白いですね。僕誰とも仲悪くなかったんで、うんうんうん、それ唯一でしたからね、うんうんうん、お互いみんな仲悪い人たちは会えないけど、はいはいはい、僕は会えるから別に渡辺先生とも会えるし今井先生とも会えるし、全然ご飯。いや僕ね、自分思い出して今思うのはね、その講師と講師をなるときは顔を合わせないようにね、そう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 、職員がねこうねうまくねこう采配して阻止してたんでしょ、うん、そう、僕話したことありますよね、宋先生と林先生と板野さんが、うん、板野さんだっけ、板野先生が、うん、
全員同じ日だったことがあって、はいはいはい、収録が、はい、珍しい、本当に珍しい、全部回分かれてますからね、合わないように、そうなんですよ、回が分かれてます、そうなんですよ。いや僕会いに行ったんですけどね、なんかこう上手にいなされて、いや今ちょっと先生がとか収録途中でみたいな感じで、そうそうそう、いやご挨拶したいんですけどって言っても上手にこうね、なんで避けるんだろうと思ったんですよ。てか林先生は僕全然直接お食事に行ったり話をしてたので、はい、何もあれだったんですけど、まあそうですね、されるんですよ、はい、ちょっとこれ次の動画にしないともうどんどん長くなっちゃう。あ、本当だわ。じゃあ英語編で終わりだ。英語編で、そうですね、まあ、西さんが入った時に、うん、まあ、西さんもこう積み上げていくんで、今井さんと同じように。そうですね、ヨゼミ式で、はい、ちゃんと積み上げて、これはどういうこっちゃみたいな感じでみんなが、うんうん、なるほど、なって、はいはい、生きり立ってですね。いや、そうでしょう。大変だったんですよ。そりゃそうでしょう。いや僕本当に思い出すわ、その時よくもう西先生入るのどう思うってね、はい、どう思うって言われてもどう答えていいかわからないじゃないですか。いやそうですね、まあ、っていうこの便利な日本語をね、もうそう、いやもう大変でしたよね。だから普通の入り方と違ったんで、西さん。あ、そうなんですか。結局わかんないままなんですけど、でまあ当然年俸もいくらだみたいな噂がもう、うわーって、どうやって入ったかわからないんですか。入り口から1階の階段上がって2階個室のドアを右手で開けた。そしたら漢文の先生が三輪先生がいるんですね。三輪先生いつもいる、ずっといるんですよ。あれは存在してるというよりももうね、設備の一部というかね、備品の一部じゃないかっていう噂があるぐらい1階で模試の採点してる人がいっぱい、ずっと仕事してらっしゃってて、それで、うん、それ関係ないじゃない関係ないです、はい、それで西さん入った時にもうわーってでだから僕が西先生合宿で、だから西先生と同じ宿舎になって、はい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 、それでこうみんなに合わせたりとか、うんうん、とにかく今井先生と合わせちゃいけないとか、そういうのがすごいな。合宿の中日に、うんうんうん、西さんと今井さん両方に呼ばれたらどうすんの、なんか時とラオを合わせるなみたいな、まあ、ちょっと古いけど、古いな、北斗の拳、うん、基本的に今井先生と合宿の中日集まったりしないんですよ。帰ったりするんですけど。あ、そうなんですか。ですけど、それで、でもどうしよう、飲み会開いちゃったらどうするよみたいな、で西さんは西さんで、ね、飲み会開くからやべえよみたいな。そんななんだ。安越さんも開いたりするし、どうするみたいなんだって、俺どうしよう、全員に呼ばれたらみたいな、まあ、安越さんと西さん会わないだろうし、今井さんと西さんもっと会わないだろうし、うわ、そんななんだ。夢見たりしてましたからね、どうしようみたいな。いやもう踏み絵ですよね、ほぼ、うん、うわすごい世界だわ。いや皆さん東進って、まあやっぱりね、すごい先生が集まってるんですけど、まあ反面、はい、裏方にはそういうね、もう見えないいろんな軋轢があって、皆さんそれぞれ自分のベストパフォーマンスを提しようとして、はい、まあ上側ももちろんそうあってほしいし、うん、それが生徒に還元されるわけですから、まあいい意味で捉えることもできるんですけど、やっぱりね、その当時の森手先生の立ち位置からすると、その渦に巻き込まれて大変なことになったっていうのは僕ね、実感として理解できますね。だから太り先生とも喋って、太り先生、はいはい、でマリオ先生、あ、マリオ先生、わかんないですか、宮崎先生です、宮崎さん、ああ宮崎、マリオ、いや、びっくりした、わってたんだイメージは宮崎先生がいて、はいはいはい、で福崎先生ですね。この三大と喋れる人もほぼほぼいない、うんうんうん、で、そうそう、僕は三人とも全然普通に会話してましたし、うんうんうん、宮崎先生とご飯食べに行ったことありますし、うん、へー、あんまり聞かないね、確かに。それで上の人たちってまあ辞めちゃうんで、はい、もう当時でやっぱりできない子たちにこうフォーカスするんで、うん、はい、その辺でこう上の人たちは、もう僕も含めですけど、東大語とかやってる人は辞めてっちゃうんで、うんうん、だ宮崎先生がもう後継ぎを残さなきゃって言って僕いたのに、僕の方が先に出ちゃうっていう、あ、そういうことか、は、はい、そうですか、なるほど、期待に応えずに終わったわけですね。そうですね、申し訳ありません都心関係者の方々、本当に、いやいや、あいつらがいけないんですよ。いやいや、僕何も言ってません。もうだからしょうがない。いやいや、僕は本当にいずれカムバックするので。絶対ないわ絶対ないわ。まあまあ、もう分かんないですけどね、はい、社長の目の黒いうちはないでしょ。目の黒いうち、は
はい、まあ、ちょっとこれがね英語化で実は起こってます、はい、なるほど。まあその後でねニックが入ったりとかね、ニック先生、はい、ニックの音が入ったりとか、またで、はい、東大特進もいろんなこと起こってますし、そうですね、はい、今いろんなことが起こってるっていうのももちろん知ってます。いや面白いわ。でも難しいと思いますよ、なかなかカリスマ時代じゃないんで、もうから上がってくる、ね、もう契約条件も含めてなんかちょっと微妙な空気になってますね。投資の先生って言ってももうこのなんか巨匠というかモンスターというかマエストロというか一口にそう言い切れないようなサイズになりつつありますよね。でもだから、うん、いかに加盟校と癒着しうまく上がっていくかみたいになっちゃってますからね。そうですね、いやー難しいな、政治になってるんでね本当に。そうわー大変でしょ。だからアンケートがないんで投信って、はいはい、そうそれがやっぱ他と違うんですね。他はアンケートでこう点数決めたりとか、うん、アンケートはないんです。この、まあ、公開授業とか行けばアンケートはありますけど、はい、でもこの講座の一体何人取ってくれたかが勝負なんで、うん、もういかに加盟校に自分を売り込めるかっていうのがね、英語は加盟校ですね。そうなると大事になるんで、うん、英語科は本当にそういう戦いになるので、うんうん、なるほど。じゃあ次回は国語科の暴露で唐突に終わった。本当なの国語科の暴露